はい、ひよりちゃんとこはるちゃんが加わってくれてとっても I am happy。 きっと他の子たちも They are happy だと思いますよ。 Thank you、 ありがとね。はい、復習です。私女の子なの。女の子言ってごらん。 I am a girl。 I、 私はね、 am は、そうね、小春ちゃん、算数の時に1たす2は3って書くでしょ。は、あの棒2本のあれと同じだって思って、 am とか are と is、 この3種類全部 am、 are、 is、 みんなあの1たす2はの和と同じだよ。だから I、 私はねで、ここに和があって a girl、So I am a girl. ね。じゃあ僕が男の子だったら、せーの。I am a boy. じゃあ女の子たちが今度、カエルくんやハスマくん、それから、カナとお兄ちゃん、思い浮かべて、あなたは男の子よねって言ってあげます。You are a boy. You、 あなたはね、で、あなたの時のはが are になるの。You are a boy。 じゃあ今度はハズマくんや、それからカエルくんが女の子たちを思い浮かべて、君は女の子だね。 So you are a girl。 はい、じゃあ今度節子のことを考えて、先生のこと。あの人、女の人ね、彼女は先生なんだよな。 So she is a teacher。She、 彼女はね、女の人一人なら She、 その時のイコールが is、 我がね、 A teacher っていうのは一人の先生です。 She is a teacher。 で、ひよりちゃんやこはるちゃんにはかっこいいかなとくんというお兄ちゃんがいるんです。お兄さんも中学生生徒です。 He、 彼はね、 Heis a student。 よかったね、 she の時も he の時も is だよ。 is を使うことが多いね。 student は生徒。もう一回、 he is a student。 いっぺんに全部覚えようとしなくていいからね、口が回るようになればいいですよ。はい、 number one。 今回は月光ヤモリさんが出てきます。先生、ヤモリさん好きなの。かわいいおててしてるから。 Mr. 月光 is tiredミスター、男の人。Mr. Gecko is tired. なんだっけ tired? 疲れてる。It is very hot in the room. So very hot. すごい暑いの。In the room. Room はわかるよね。リビングルームとかよく言うでしょう。部屋。In。この前ひよりちゃんが知ってて先生はびっくりしましたよ。In は中。だって部屋の中40度になってるよ。そう、東京も暑かった。大都会の中のちっちゃいお部屋、エアコンがなかったらそりゃ暑いよね。で、ミスター・ゲックはこんなこと言っています。I have a fan. Have. 何かリカちゃん、二人に教えてあげて。持ってるって意味だったよね。Fan は扇風機。I have a fan. 扇風機は持ってるんだよなって。でもほら、エアコンがないから。I want an air conditioner. 難しいから、air conditioner なんて覚えなくていいです。want 覚えて、欲しい。エアコン欲しいな。I want an air conditioner. で、僕、I live in a city.シティはね、大都会。大きい街。東京とか横浜。茅ヶ崎はあんまりシティっていう感じはしないよね。はい、live。住んでるよ。だから、みんな自分のこと、I live in 茅ヶ崎。茅ヶ崎の中に住んでますって言うんでしょ?東京の人だったら、I live in Tokyo。僕は大都会に住んでるからな。I live in a city. It is hot in the city. そうね、大きな都会は車もブンブン通るし、
それから木がないでしょ。地面はコンクリートやアスファルト。そりゃ、hot だよね。はい、number two。妹の Ms. Gecko。はい、Mr. は男の人に使う。Ms. は女の人。Ms. Gecko's house is in the animal tree。これ長いね。覚えなくてよくてよかったね。Ms. Gecko のお家は、in the animal tree。コハルちゃん、ひよりちゃん、アニマルトリーっていうのはね、フレッド君たちが住んでいるサニータウンの中にある大きな木。そこにいろんな動物が住んでるの、生き物が。で、その中にミス・ゲッコーズ・ハウスもあるんだね。で、ミスター・ゲッコー、妹を訪ねてきました。ミスター・ゲッコー is in the house。入ってびっくり。Wow! It is cool and nice. これ覚えてね。It is cool. 涼しいな。And nice. そしていいな。気持ちいいな。涼しくて気持ちいいな。It is cool and nice. 先生のところに来て、もし涼しくて気持ちよかったら、It is cool and nice. って言ってみてね。で、二人は、they sit down and drink lemonade。 いいね。 sit down というのは座る。だから先生がみんなに、はい、sit down って言ったら座ってね。 they sit down and drink lemonade。 レモネード、さあ、drink は何でしょう。うん、飲む。日本語になってるよね、ドリンクね。で、座ってレモネードを飲みます。はぁ、気持ちいいと思ったら鳥の声が聞こえてくる。They hear birds. Bird は鳥さんだよ。そして窓からは They see the river. うん、川が見える。They see the river. 水が見えるだったもんね。はい、ではテストします。Number one. Mr. Gecko 疲れてるの。Good. Mr. Gecko is tired. だってすごく暑いんですもの、ここまで。うん、あんまり意味は考えないで、It is つけてね。It is very hot. お部屋の中は。そうよ、in the room. 全部つなげて、ready go. It is very hot in the room.もしお部屋の中がとっても寒かったら、せーの。It is very cold in the room. でね、Mr. Gecko。僕、扇風機は持ってんだよな。ファンは持ってるんだ。Great! I have a fan. ひよりちゃん、小春ちゃん。なんかさっきから、あっていうのがつくでしょ ?I am a girl とか、She's a teacher.I have a fan. これはね、一人のとか一つのっていう意味なの。英語ってめんどくさいね。この一人のとかをつけなきゃいけないことが多いんです。一つだったり一人だったらだよ。二人だったらつけちゃいけないんだよ。ね。はい、次、欲しい。want。じゃあ僕は都会に住んでるからな。I live in a city.ね、これにも、シティの前に、あ、一つのってついたね。I live in a city. はい、number two. 涼しくて気持ちいいな。Great. It is cool and nice. 彼らは座ります、ここまで。Okay. They sit down. そして、レモネードを飲みます。And drink lemonade. つなげて2回よ。せーの。They sit down and drink lemonade. They sit down and drink lemonade. じゃあこれ言える？私は座って、milk 牛乳を飲みます。せーの。I sit down and drink milk. Good job. 彼らには鳥の声が聞こえますよ。Yes.They hear birds. 彼らには川が見えます。They see the river.
Well done, everybody. まあ、このうちのいくつか覚えてこられれば十分ですよ。あの、ひよりちゃんとこはるちゃんはね。はい。では、2週目いきます。他のみんなもせっかくの機会なので、ABC の歌の復習だよ。せーの。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ここまででいいです。もし、いっぺんにできなかったら、これもまた何回かに分けて覚えようね。日本語のあいうえお、みたいなもんだよ。はい、number three、お話の続き。で、川で泳ぐことになりました。外に出てきてびっくり。Mr. Gecko is happy。とっても嬉しいの、Mr. Gecko。Because、今回新しいの覚えてね、because っていうのはどうしてかっていうとねっていう意味。なんで嬉しかったの？どうしてかっていうとね。Many hoppers are under the tree. Grasshopper とか hopper は前、お話のとこに出てきたね。これは、そう、キリギリスとかバッタ。たくさんバッタが、はい、under は何だったか、リノンちゃん教えてあげて。そう、下、木の下にいるから。Many hoppers are under the tree.2匹以上とか2つ以上の時のイコールは全部 R になるからね。そう思っとくと楽でしょ。2つ以上とか2人以上なら1000匹でも R。 Because many hoppers are under the tree. もう一回 ready go. Because many hoppers are under the tree. Mr. Gecko が悲しそうにでも付け加えます。 I see no hoppers in the cityNo だからいるのいないの？そう、全然いないの。僕、in the city、都会では、hoppers 全然見ないな。かわいそうに。だってね、ヤモリさんはね、バッタ大好きなの、食べちゃうんだよ。はい。で、ミズゲッコ妹がね、We have many hoppers。たくさん私たちは hoppers 持ってんのよ。Because、We have grasses. Grass っていうのは草。いろんな草がいっぱい生えてるからね。Hoppers いっぱいいるよね。はい、次せーの。It is cool because we have a river and trees. これは本当の話です。It is cool. 涼しいのよ。Because はなんだっけ？どうしてかっていうとね。We have a river. まず川を持ってるでしょ、この地域では。それから and trees. 木もたくさん持ってるでしょ。そうすると涼しいの。あとはコンクリの地面じゃなくて土の地面でしょ、草が生えてる。涼しいの。いいね。つなげていってみよう。せーの。It is cool because we have a river and trees. この絵を見ながらコンピューターで言えると楽だと思います。はい、number four。さあ、city、大都会に戻ってきましたよ。Mr. Gecko is in the city。お部屋の中、なんか随分変わったね。Look at the gardening books on the bed。あのさ、ガーデニングってわかる？なんかこう、どうやってお花を育てたらいいんでしょうとか、お庭にちょっとトマトを育ててみましょうとか、植物を育てるのガーデニングって言うんだよね。日本語になってるよね。Look at the gardening books on the bed. ほら、ベッドの、あら、オンって何だったっけ？上だよね。頭のてっぺんに手を置けば、オン。ポッケの中に手を入れれば、イン。お尻の下に手を敷けば under でしたね。Look at the gardening books on the bed. ベッドの上の本を見て、ガーデニングの。Mr. Gecko 嬉しそうに自慢しています。I study gardening. ほう。study はね、お勉強する。みんなだから you study English. 英語を勉強するでしょ？Mr. Gecko は I study gardening. いいね、いいね。
で、I have small trees and a big tank. 本当だ。これ、ヤモリサイズで言ったら、自分からは大きく見えるけど、先生や皆さんから見たら、small trees だよね。小さい木だよね。小さい木を持ってるの。それから、大きな水槽も持ってるの。ほら、川がないじゃない。部屋の中、当たり前だけど。そしたら、水槽でお水入れようかなって思ったんだって。涼しくなったと思う？ Oh yes, it is cool in my room. うん、これ本当なんだよ。試したいね。お教室中、葉っぱで覆って、それから大きな水槽を今度入れたいな。はい。Thank you, trees. そしたら、ありがとう、木よって言ってあげられるよね。そして大きな水槽に、うん、メダカさんかな、金魚さんかな、入ってる。Thank you, fish. ありがとう。では、テストします。Number three. Mr. Gecko 嬉しい。ここまで。So, イコール is 使えたかな、小春ちゃん。Mr. Gecko is happy.どうしてかっていうとねって、ひよりちゃん覚えてる？うん、他のみんなも初めてだ。Because たくさんの humpers、 バッタさんが木の下にいるから。 Wow, you are good. Many humpers are under the tree. もう一回せーの。 Many humpers are under the tree. Under なんだっけ、うん、下だよね。アニマルツリーの下にいっぱいいるんだろうね。はい、次。涼しいんですって言っちゃって。It is cool. どうしてかっていうとね、せーの。Because. はい。僕たち、私たちは皮を持っています。そして木も。Exactly. We have a river and trees. これ先生が good とか言う前に言い切れないでしょ？ひよりちゃんたち。一時停止しながら練習してね。はい、number four. ベッドの上のガーデニングブックスを見てください。Yes. Look at the gardening books on the bed.これリズムに乗ってもう一回 ready go. Look at the gardening books on the bed. 一回頭で理解したらもう口に覚えさせてね。僕、ガーデニングを勉強してるんだ。お勉強するぞ。Good job. I study gardening. はい、頑張りました。まあ、少しずつ追いついていければいいからね。焦らないでね。それではまた明日。バイ。